だ。どのクラスになるのか確認しないと。キサちゃん。え？あ、すみません。そんなはずは。はい、ということで今回からソーちゃんこと夜長ソーシロールートの攻略を進めていきたいと思います。ソーちゃん、いつも演劇ごっこしてた夜長ソーシロー君、本当にキサちゃんなの？久しぶり。ソーちゃんもユニベールを受験してたんだね。うん、ずっと夢だったから。声かけてみようかな。でも迷惑かな。あれ、ソーちゃんが寮の前をぐるぐる回ってる。やっぱりこの頃のソーちゃんはまだちょっとおどおどしているというか、声も力強さがないというかね。どうしたのソーちゃん。キサちゃん、あまりこう自信が持ててない感じというか。今日っていい天気だよね。うん、そうだね。散歩日和というか、お出かけ日和というか。だからなんていうか、その、ああ、やっぱこうやって見ると全然違うな。いい天気だよね。うん、あ、それはさっき言った、そうじゃなくて、いや、そうなんだけど、あ、ごめん、忙しいのに変な引き止め方。そうちゃん、時間あるようにしようか。多分俺キサルートで一緒に出かけるにしてるんだよね。時間あるよ。そうちゃんの方から言ってもらう。本当？そっか、そうなんだ。誘ってもらおう。ねえ、だったら一緒に出かけない？キサちゃん稽古詰めで大変そうだから、ちょっとくらい休んでもいいんじゃないかなって。ああ、でも無理にとは言わないから。僕が勝手にそう思ってるだけだから。そこはもっとちょっと強引にさ、行こうぐらい。そうちゃん、私のこと気にかけてくれているんだな。うん、楽しそう。一緒に出かけよう。いいの？あ、よかった。まあ幼なじみだしさ、まあそんなに気にする必要は。夜長はもう、じゃあ行こうか。意識しちゃってるんだな。あ、もうなんか安心したらちょっとあれだね、落ち着きのある声になったね。きょどってないというか。ん？あ、道の棒を食べながら坂を登ってる人がいる。これから玉坂座の舞台を見に行くのかな。お団子ね、まあこんなことを言うのもちょっと雰囲気を壊すようであれだけど、あのね、多分串系はなんだろう、食べながら歩かない方がいいんじゃないかな。心なしか人も多いや。でも玉坂坂に比べると姫彦通りは落ち着いているね。玉坂坂は道が整備されていて歩きやすいし、ショップも多いからね。ユニベール生も玉坂坂にいることが多いみたいだよ。僕は姫彦通りの雰囲気が好きだな。昔から変わらない風情があって落ち着く。ここを歩いていると小さかった時のことを思い出すんだ。よく3人で演劇ごっこしてたよね。あれか、玉坂坂っていうのはよくなんかこう町に行こうぜって言った時に映る町の風景か。あのでっかい赤い鳥居があって、ちょっとデパートっぽいのがあるとこかな。で、ここが姫彦通りだっけ。なんか昔ながらの日本風景みたいなのが姫彦通りなのかな。そうだね、懐かしいな。あ、そうだ、もうちょっと歩いてもいいかな。一緒に行きたいところがあるんだ。ここ姫彦神社。ほら、子供の頃神社で演劇ごっこしてたでしょ。うん、主役はいつも僕とキサちゃん。他の役は全部月くんがやってくれてた。お、月にかっけえな。かっけえ月に。いつも違う自分になれるのが楽しくてさ、家に帰ってからも頭の中が演劇ごっこでいっぱいだったな。うん、夢中だったよ。いつまでも3人で遊んでいたかった。そういえばキサちゃんも言ってたよね、一日中ずっと演劇ごっこができればいいのにって。
そうだね。学校の授業も全部演劇ごっこで、学校にはそれを披露できる舞台もある。それがキサちゃんの夢、今ユニベールで叶っているんだ。この月兄の前髪で目が隠れてるのがもう本当に謎キャラ感があって、なんか雰囲気出てるな。でもまさかユニベールでキサちゃんにまた会えるとは思わなかったな。このソーちゃんルートでなんか月の情報は出てくるんだろうか。僕が引っ越したのが中学校に上がる前だから、それ以来か。ソーちゃん背が伸びたよね。私もあの頃とは違ったでしょ。でも見た瞬間キサちゃんだって思ったんだ。考えるよりも早くキサちゃんがいるって。遅れて頭が追いついて、そりゃ混乱したけど、やっぱりキサちゃんなんだよね。また会えて嬉しかったよ。ほら、なかなか連絡も取れなかったし。そうだね、私の家もいろいろあったから。ねえキサちゃん、僕ねキサちゃんに会いたくてユニベールに入ったんだ。え、でも。あ、キサちゃんがユニベールに入学してくると思っていたわけじゃないよ。ユニベールに入ればいつかキサちゃんに、きっと、きっと。その後に続く言葉は、あ、ごめん変なこと言ってる、忘れて。きっと告白する勇気が持てるようになると思ってみたいな感じじゃないかな。それとももっと他に深い意味があるのか。いつの間にか話し込んじゃったね。そろそろ帰ろうか。あ、もう寮だ。キサちゃんのおかげで今日は楽しかったよ。ねえ、また誘ってもいいかな。そうちゃんは秋公演のことがあるからな、なんか本当予想外な展開がありそうで、なんか見てるこっちまで深読みしてしまうんだけど。うん、一緒に出かけよう。本当？ありがとう。じゃあまた今度。お、なんか悩んでる感じか。あれ、そうちゃん、お疲れ様。どうしたの？キサちゃん、いや、天気がいいなって。なんかごまかしてる。キサちゃんはどうしたの？そうちゃんと遊ぼうと思ってたがあるんだけど。なんか気使ってんのかな。気分転換しようと思って、そうちゃんと遊ぼうと思ってた。そうちゃんと遊ぼうと思ってた。僕といいの？だってキサちゃんならもっと他の人。いや、そこはさ、ね。ああ、いや、せっかく声かけてもらったのに何言ってるんだろう。そうだよ。誘ってもらえて嬉しいな。じゃあ姫彦通りに行こうか。玉坂坂から三重の塔に抜ける横道を通って。いつかあれかな、もっともっとこう親密度が高くなっていくと、そうちゃんからこうガツ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 来てくれるのかな。あれ、立花。あれ、葛西じゃん。え、葛西のなんかプライベート初めて見たような気がするんだけど。葛西くん、お疲れ様。今から出かけるの？うん、そうちゃんと一緒に。そうちゃん、お疲れ様。ああ、ヨナガか。あれ、なんかこの二人ちょっとあれだね、対照的だね。オリマキは一緒じゃないの？スズくん、スズくんには今日は会ってないの。休みだし町の方に行ってるのかも。スズくん活動的だから。ああ、そんな感じする。あっと、俺は今からスガチ先輩と稽古するんだった。立花も時間あるとき付き合ってよ。じゃね。おお、なんか対照的だな。さらっとこう誘ってくる感じ。頑張ってね。じゃあ行こうか、そうちゃん。ま、悪い言い方をすればチャラいだけど。あ、うん。ああ、なんかちょっとあれかな、引け目を感じてるというか、やっぱまあこの頃はあれだもんね、なんか秋公演の前にちょっとね、
鈴と衝突する前だもんね。やっぱそういうメンタルというか考え方というか。朝早いのもあって人が少ないね。そうだね。元気ないな。でも姫彦通りは朝早くから空いているお店が多いんだよね。その分閉まるのも早いんだけど。うん、そうだね。そうちゃん、葛西くんと話してからずっと元気がない。どうしたんだろう。いや、もう理由を聞いてみよう。幼馴染だから、こっちは。そうちゃん、どうかしたの？え？元気がないから。あ、ごめん。こういうところがダメなんだよな。頭の切り替えがうまくできない。それにしても静かだね、姫彦通りは。時間がゆっくり流れているような気がするよ。学校にいると毎日目まぐるしいからさ。前も同じようなこと話したかな。うん。でもキサちゃんはちゃんとユニベールの時間を生きているよね。ユニベールの時間？うん。ユニベールの一日って毎日ものすごい勢いで流れていくでしょ。気を抜いたら押し流されて、自分がどこにいるのか、何をしているのか、わからなくなる。でもキサちゃんはその流れをうまく掴んで、しっかり進んでいるように見えるんだ。それを見てると、僕は。あれ、立花に夜長じゃねえか。お、やっぱり来てたんだ。一人かな。あ、鈴くん。あ、お疲れ様。まあやっぱこういうところにもなんかあれかな。鈴くんも街に出てたんだね。自分はダメだとは言わないけどな、こう。落ち込み気味になるのかな、葛西見た時みたいに。さっきまで玉坂坂にいたんだ。こっちは静かだな。ゆっくり過ごすにはちょうど良さそう。あれ、クォーツの眠らず王コンビじゃない？本当だ、新人公演のジャックエースとアルジャンヌ。すごいオーラある。ああ。人が集まってきた。うー、マジか。周りに迷惑かけちまうな。玉坂坂の方に抜けるか。そうだね、そうちゃん、行こう。そうちゃん。おい、ヨナガ。うん。ユニベール星を生で二人も見られるなんてついてる。おい、三人だぞ。びっくりした。舞台見てくれた人いるんだな。眠らず王、もう懐かしく感じちゃうわ。そんなに時間経ってないのにね。な、あ、どうしたよなが、今日ずっと黙ってんな。あ、そんなことないよ。人が集まってきたから僕も驚いちゃって。やっぱりジャックエースとアルジャンヌってすごいんだね。いやー、俺の声がでかいから目立っちまっただけじゃねえのかな。あー、そうだ、俺稽古靴買わなきゃいけなかったんだ。履き潰しちゃってさ。稽古靴、体育館シューズみたいなもんかな。じゃあまたな。うん。今キサちゃんの隣に立っているのは鈴くんなんだね。え？ああ、昔はあれか、ずっとごっこしてた時は、演劇ごっこしてた時は自分が隣に立ってたけど、今は鈴って言っても、まあそれは眠らず王の時だけだけどね。すごいよね、鈴くんは。明るくて前向きで華やかで静かだった姫彦通りがあっという間に花道になった。まあでも新人公演の直後だから、もう周りの雰囲気はあれか。新人公演でジャックエースに選ばれる人は違うんだ。そんな鈴くんが今ジャックとして経験を積んでいる。あ、そっか、ジャックやりたいんだもんな、そうちゃんは。でもあれか、お掃除版だったのか。
新人公演の眠らぞうでは。で、ジャンヌだったんだよな。ちょっと不服っぽかったもんな、ジャンヌで選ばれた時。ジャックって、遠いな。そうだ、そうちゃんはもともとジャック志望だったんだ。だからって、ジャンヌが近いわけじゃない。キサちゃんやフミさん、シロと先輩のみたいに、ジャンヌとして舞台を彩るのって、僕には難しいからさ。ダメだね。何をするにも中途半端で、これじゃ隣になんて並べないよ。え？ううん、そろそろ戻ろうか。今日は付き合ってくれてありがとう。また今度。うん、何でもない。自信がないな。やっぱりそうちゃんは自分に自信が欲しいからユニベールに入学してね、自信をつけてキサに告白というか、まあね、したかったんだろうな。そうちゃん、カイさん、すみません、ジャックで相談したいことがあるんすけど、いいですか？あ、なんかさ、この二人のさ、いや、まあこの二人に限ったことではないんだけどさ、白シャツ姿ってなんか珍しいような気がするんだけど、今まであったかな。それなら稽古場に行くか。鈴くんもカイさんも休みなのに熱心だな。あれ、キサちゃん、こんなところでどうしたの？ああ、今鈴くんとカイさんを見かけたんだ。二人でジャックの稽古をするみたい。あ、そうちゃんはあれだね、半袖だね、夏服。あ、なんかさよくわかんない、俺の周りだけかもしれないんだけどさ、なんか夏でもさ、高校の時夏用のこの半袖のカッターシャツじゃなくてさ、長袖のやつ着てたよね、男子って。で、腕まくりするみたいな。そっちの方がかっこいいんだろうけど、俺もそうしてたんだけど、明らかに暑いんだよね。え、半袖の方がさ、明らかにこの涼しくてさ、動きやすいんだけど、なんかみんなその長袖のカッターシャツをさ、ずっと冬からというか1年通してきて、夏はなんか2、3巻きぐらいする、7分ぐらいのさ高さまで 腕まくりするみたいな、なんかそっちの方がかっこいいって思ってんだろうけど、女子受け的にはどうなんだろうか。そっちの方がやっぱいいのかな。そっか、すごいよね、あの二人。同性の僕から見てもかっこいいもん。私もカイさんやスズくんみたいに。でもカイさんやスズくんとは違うジャックが演じられるように頑張らないと。何かいい稽古法ないかな。あ、僕はジャンヌしかやったことないから役に立てないね。ああ、またそれってすぐそういうこと言う。そんなことないって。こういうのはネジ先輩に相談したらいいよ、きっとアイデアを出してくれる。何？僕の話？あ、ネジ先輩。褒めるなら直接言ってよ。僕に関わることなら悪口でも大歓迎。悪口なんてそんな。実はみんなシャツだね。なるほど。要するにジャックとしてレベルアップがしたいってことだね。だったらオニキスの稽古を見学させてもらえば。オニキスですか？そうか、ジャックの表現に関してはオニキスがずば抜けてるからな。よし、カイドウに連絡してあげよう。今すぐにね。そうか、同期か。今すぐにですか？カイドウならなんか、おうとか言って言いそう。急げよ、ゼン。お任せあれ。お任せあれ。言いそう。お任せあれだ。はい、オッケー。ほら。早い。というわけで、今から行っておいで。え？オニキス、ちょうど今日集まってたみたい。ついてるね。なんかね、夏公演の前は、ロードナイトとオニキスがキサの取り合いしてて、その時一回見せてもらったんじゃなかったかな。急だけど、せっかくの機会だし。わかりました、行ってきます。あいあい、頑張ってきてね、キサちゃん。じゃあ僕はこれで。おめえも行くんだよ。夜長くんも行っておいで。え、でも僕はジャンヌですし。経験は成長の母、何でも挑戦しておきなよ。でも
死のこと言わない。二人とも稽古着に着替えていってらっしゃい。お疲れ様です。クォーツの立花です。今日はよろしくお願いします。おお、よく来たな立花。本当に来たんだ。あら、すみません、一緒に勉強させてもらいに来ました。迷惑なら帰りますので。そうか、笠井と蒼ちゃんは確か同じ中学校だったな。なんか笠井の方は全然蒼ちゃんのこと覚えてないみたいな感じだったけど。何を言う、大歓迎だと思う。ジャックについてより深く学びたいのだろう。ほら、めちゃくちゃいい先輩じゃん、カイドウ。はい。それなら我がオニキスジャックの軍部に参加してみるといいだろう。オニキスの神髄はダンスにありだ。カサイ、振り入れしてやれ。はい。大変だよ。そんな一発で覚えれるのかな。振り入れしてもらってオニキスのみんなと一緒に踊ってるけど。ほっ。結構単純なんだろうか、なんかウォーミングアップみたいなもんなのかな。うん、なんかダンって余裕そうじゃん。みんな背が高くて手足も長い。筋肉のつき方が全然違う。踊るための体だ。一緒に踊ってるだけで圧倒される。カイさんやスズ君と自分を比べて落ち込んでいた時のことを思い出すな。こういう時無理に同じことをしようとしてもダメなんだよね。この中で私に何ができるか考えながら踊らないと。ほう、柔らかく踊るな。オニキス一年の刺激になりそうですね。うちの奴らはジャックらしい力強さに比重を置きがちですから。キレッキレのダンスなのかな、みんな。うん、やっぱりいいね。周りの動きが見えるようになってきた。ここからみんなのダンスをしっかり吸収。ヨナガ、ついてこれてないぞ。すみません。顔ガチガチですね、もっとスマイル。ダンってスマイル以外の顔見たことあったかな。はい。そうちゃん、周りとダンスがずれてる。動きが止まった。もしかして振りが飛んだ。一緒に踊る。そうちゃん、一緒に踊ろう。キサちゃん、いつも通りやっていこう。うん。ヨナガ、落ち着きを取り戻したようだな。立花のおかげでしょうね。はあ、よし、いいだろう、ヨナガ。はい。一旦外れて休むといい。でも。その調子で踊れば怪我をする。オニキスのダンスは体を酷使するからな。よく見てる。何？突然やって習得できるものではないからな。気にすることはない。休め。立花はまだいけそうだな。さあみんな気合を入れていけ。よし、そこまで。オニキスはやっぱりスタミナが違うな。キサすごいですね、最後まで踊り切るなんて。その繊細な体のどこにそんなパワーがあるのか隅々まで調べてみたいもの。すみつみ。やめろ、探偵。そうちゃんは。そうちゃん。キサちゃん、お疲れ様。すごいね、オニキスのジャックに囲まれてもちゃんと存在感あったよ。それに最後まで踊り切った。すごいな。夏公演の時さ、キサちゃんがカイさんやスズ君に囲まれてどんな気持ちでジャックを演じていたのか少しだけ分かったような気がするよ。でもやっぱり僕とは違うな。キサちゃんはスズ君やカイさんの隣で
しっかり演じきったんだもの。今のダンスみたいに。その経験が今こうやって出てる。ジャックとしての経験が。ああ、ジャックになりてんだな、やっぱ。僕はずっとジャンヌだから。二人ともお疲れ。カサイ君。立花のダンス面白かったな。ところどころジャックっぽくないんだよ、いい意味で。あれってアルジャンヌ経験してるからかな。はあ、俺も新人公演でアルジャンヌやっとけばよかったかな。え、カサイ君がアルジャンヌを？ああ、俺最初アルジャンヌやるはずだったんだ。え、カサイ君が？いや、だってそうでしょ、俺周りに比べたら背低いし顔もこんな感じだからさ。でも新人公演はジャックエースだったよね。どうして？新人公演の準備期間中、勝手にジャックの練習してたんだよ。勝手に？怒られなかった？怒られた怒られた。ジャックの稽古をしてる暇があったらアルジャンヌの稽古をしろってね。でもさ、同期がジャックとして走り出してるのに俺だけ一人じっとしてらんないでしょ。オニキスにも他のクラスにも優秀なジャックはいるんだから負けたくないじゃん。だからどんなに怒られてもジャックの稽古続けてたんだ。そしたらカイドウ先輩が、お前にはジャックエースの輝きが見えるって、急遽ジャックエースにしてくれたんだよ。どうしてそんなに頑張れたの？そりゃ夢を叶えるためだよ。ユニベールでジャックエースになるって夢。せっかくユニベールに入れたのに自分の夢が死んでいくのなんて見たくないしね。なるほど。なんとなく葛西ともそんな絡んでなかったからこのキャラあんまり見えてなかったんだけど、ちょっと葛西の性格は見えたような気がしたな。よし、稽古の見直ししよう。立花の踊り方取り入れてみようかな。じゃね。すごいな、すごいすごい。そうだよ、葛西くんは背も体格も僕と大して変わらないじゃないか。オニキスなら僕以上に小柄な方だ。だから僕はジャンヌ、葛西くんはアルジャンヌに選ばれて、葛西くんは掴み取ったんだ、ジャックを。ジャックエースを自分の力で。これがユニベール生なんだ。僕何をしていたんだろう。ジャンヌだからなんて言い訳をして、来るはずもないチャンスを待って夢を見て入学したのに、夢が死んでいく。僕が見た夢を僕の手で殺してしまう。じっと話を聞こう。そうちゃんはずっと悩んできたんだ。どうして僕はいつもこうなんだろう。頑張ってもうまく形にできなくて、いざって時に力を出せなくて、何度も何度も後悔してきたのに、このままじゃまた後悔する。でもどうしたらいいんだよ。このままじゃ優しい思い出まで歪んじゃ、夢を見続ける小さな僕に僕自身が終止符を打っちゃう。そうちゃん、見ないで。え、僕を見ないで。恥ずかしいんだ。先に戻るね。お疲れ様。そうちゃん大丈夫。大丈夫だから。そうちゃん、どうしたら。貴様の前カッコつけたいんだろうな。